窮地に追い込まれているにもかかわらずポジティブな田辺。そう、その昔11月の河口湖で雨跡の流れ込みにストロングパターンを幾度も見出したという。迷わずファーストエリアとした流れ込みへと入った。投稿2日目、天候変化による劇的な状況変化は一切現れては来なかった。窮地に追い込まれていく田辺、狙うは1匹イラクランク H130 を多用し始めた。まあ多分スローなのは確かなんだから、もうここまでやってね、もうゆっくり引けるものっていうのを中心に考えていかないとやっぱりダメなのかもしれない。あそこで鳥が頑張っちゃってるんで、やった。え、何これ。バス？ニジマスです。なんだよ、今すげえやった。朝からやったぜ。ってクランクベイトにニジマスだよ。ガクー。どうですかこれ。ねえ、アッパーにがっぷりいってますよ今。やったーとか。でもなんか引き違うし、ちょっとこれ触ると逃がせないから、ちょっと待ってね。なんだよすげえやったとか。やってないよやっぱり。ほら、Go for it ゲーム89。11月の山梨県河口湖、田辺は答えを導き出せぬまま終了時刻を迎えた。もう声も出ないぐらいに参りました。その参った理由は全然分かんなかったってことですよ。コンディションがまるっきり分かんなかった。要は本当に釣れそうっていう場所でずっと釣れなかったってことです。釣れそうもないところをやったんじゃなくて、釣れそうでいてずっと釣れなかった2日間何をやっていいんだかは分かんなくなっちゃったという。最後にはいやもう本当に今回はもう自分の持ち駒はほぼ出しましたよ。持ち駒っていうか、こうやりたい持ち駒、この状況だったらこれでいいだろう、このウィードだったらこうでいいだろうっていうのを全て出して見事に撃沈です。いや恐るべし河口湖。また一から修行し直そうと思ってますということで、お疲れ様でした。すいませんでした。